待望のユニクロダウン750フィルパーのシームレスダウンを紹介してみたいなと思います。はい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 、まあ、正直な感想から先言っていきましょうか。シームレスのダウンの一番の特徴って何なんかっていうと、これはねとにかく防風性なんですよ。はい、本日ですね待望のユニクロダウン750フィルパーのシームレスダウンを紹介してみたいなと思います。ということで、こちらがですねとうとう僕初めて今から袖通したいなと思うんですけど、ユニクロの大人気ダウンジャケットシームレスダウンパーカーをね紹介はしていくんですけど、なんとこちらですね今僕撮影してる段階ではセールにかかってるんですね。で僕買ったも定価ですよ、定価で買ったんやけど今セールにかかってて、なんやったらすごいセールの時って1万円切るらしいんですよ。だからこれが定価で妥当なのか、いやそもそもセールの1万円切ったぐらいが妥当ちゃうかっていうところもね、実はね2年前のモデル、そしてさらに4年前のモデルなんかも含めて、実はこのデメリットは4年前のこれ見てもらったら分かるんですよっていう話をねしていきたいなと思いますので、まずはですね着用していこうと思います。ではねこちらのジャケット、サイズはですね、L サイズで着用しております。大体僕ユニクロはねいつも L サイズを着用していくので、この2年前買ったブラックも L サイズで後来ますし、これはね視聴者さんからいただいた劣化したモデルになってるんですけど、これは XL で後で着用したいなと思います。さあ750フィルパーどうかなっていう感じなんですけども、なるほどね、はい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 、まあ、正直な感想から先言っていきましょうか。今回ね750フィルパーにこの中の羽毛が基本的に変わってるんですよ。このシームレスダウンパーカーだけじゃなくて、こういった他のモデルも中のフィルパーは要は数値が高いいいダウンをね使うようになったっていうのが今年のユニクロのダウンジャケットの注目すべきところなんで、それがどうなんかっていうところなんですけども、ちょっと待ってくださいね、これが750でしょ、で2年前のやつちょっと一回着てみましょう。はい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 、なるほどなるほど。結果から言うとね、若干この身頃のところが少しふっくらした感じはあります。っていうのもね、ユニクロのダウンジャケットってここに思いっきりね縫製 のあれ入ってるでしょ。で一応ダウンジャケットの名前はこのシームレスっていうシームレスダウンパーカーって言ってるんだけども、ここ思いっきり線入ってる、要は縫い目が入ってるんですよ。だからここに全く綿ないんですね。だから来た時にとにかくここ寒いっていう印象を受ける方多分多いと思うんですよ。でなんでそんなことなってんのって言ったら、ここにダウンがないんですよね、縫い目やから。だから寒いんですけど、まあ、その仕様は変わらずですわ。だから750フィルパーになったからすごいここもあったかくなったんかなって思ったら、まあ縫製自体というかパターン自体が変わってないから、まあ、そこはあんまりあったかくなってないと。ただこの羽毛に関しては若干ちょっと前よりはあったかくなったんじゃないのと、これほとんど分からへんと思いますけども、まあ、若干ね良くなったんちゃうかなと思います。ただ750って我らがノースフェイスのダウンジャケットとか、我らがカナダグースのダウンジャケットよりも質はいいんですよね。でこれ625フィルパーとかやから、750フィルパーってどんだけそれが質がいいかっていうのがね分かるかなと思います。ちなみに去年までは確か525とかそんなんをユニクロは使ってたと思うんですよ。525か625ちょっとどっちか忘れたけども使ってたんで、まあ、このあたりと変わらなかったけど、綿の質は良くなった、じゃああったくなってんちゃうかってなるんやけど、それはねダウン量もいるんで、量が少なかったらいくら綿の質は良くてもちょっとしか入れへんかったらやっぱ寒いんですよ。お肉と一緒で、お肉も A5 ランクやけど 100g しか食べられへんのか、 A4 ランクやけど 300g 食えるんかって言ったら、それはそれ食った方がタンパク質多いじゃないですか、筋トレ的な話で言うとね。だからまあお腹もいっぱいになるじゃないですか。そういう感覚であったかくなりたいんやったら、ダウンのフィルパーの750っていうのもすごいいいんやけど、それと同様に量も増やしていかなあかんので、まあそれはねあんまりちょっと違いを感じれないので、質は良かったかもしれんけどダウン量自体はそんなに増えてないんじゃないか、もしくはちょっと減ったんちゃうかなぐらいには思います。ただこのダウンジャケットね、やっぱ名作だけあってね、2年前買った時のモデルもそうやったんですけども、このシームレスのいいとこってね、見た目がかっこいいとかそういう話じゃないんですよ。シームレスのダウンの一番の特徴って何なんかっていうと、これはねとにかく防風性なんですよ。風が入ってこない、風を感じないっていうところがシームレスのダウンのいいところで、ここがね要は縫い目がないじゃないですか。でここら辺には縫い目あるでしょ、あここか、ここにはこうやって縫い目あるじゃないですか。ほんなら縫い目があるってことはちっちゃいけども穴があるわけでしょ。それそのちっちゃい穴からやっぱ風とかって若干入ってくるんやけども、やっぱシームレスにすることで全く穴がないから、要は縫うレスやからシームがレスってなってるから全く穴がないから風が入ってこない。めっちゃダウンジャケットとしていいやんってなるけど、この肝心なところが、穴が開いてるっていうところはちょっと残念ではあるんですけど、まあ、それがねとにかく防風性がいい。だから雨が入ってこないとかそんなこと言ったりするんやけども、もちろん汚れがつきにくいとかっていうのはあるんですけど、それ以上に防風性能が高いところが一番大事なんですよ。でねもう正直言ってこれ4年前から完成されてるんですよ。だからアップデートもしようないんですよね。で毎年1万5000円以下で販売してくれるじゃないですか。こんなわけわからんことしたらねアウトドアブランド潰れるんですよ。だからねユニクロさんもねむちゃくちゃしたらあかんのですよ。それはすごいのは分かってるんやけど、このクオリティのものをね1万4900円が定価なんですけどもね、で出したらダメで、なおかつこうセールでなんか8000円とか5000円とかになったりするんだけど、そんなことしたらもう価格崩壊してるから、高校の全国サッカー大会とかに1チーム J リーガーが入ってるとか、何やともすればドイツのブンデスリーガーのチームが入ってくるぐらい、もうちょっとわけわからんことしてるんですよ。っていうぐらい価格がもう、コスパがいいというか、もう値段原価から考えても利益どこにあんねやろなっていうようなねダウンジャケットになってるんですね。で皆さんのお声こういろいろ見てみました。どういうお声が
多いんかなって言ったら、やっぱり基本的にはあの絶賛の声が多かったです。まあ色味を紹介してる人が多かったんですけど、色味がねレビューとか見てみたら色味が良かったとかっていうお声も多かったんですけど、あとそれがねやっぱジャストサイズ、あの丈感とかもこうジャストに着れるし、こう前締めた時にすっきり着れるんで、ダウンジャケットっていうと着膨れしたりしてボコボコしてかっこ悪いんやけども、それがないんですよと、だからいいんですよっていうお声があって、あなるほどなっていうお声が非常に目立ちました。そしてね多分分かってくれると思うんですけども、ここのねポケット、これユニクロでこれやってんのって話なんやけど、こういうね裏肝のフリースを入れてるんですよ。ここは表地はナイロンとかポリじゃないですか、で中はダウンでしょ、でここにフリースをあえて入れてるんですよね。って考えた時にこう手をパッて入れた時のことまで考えられてるっていうのは、アウトドアブランドでもやってないとかあるんですよ。でおいおいアウトドアブランドやってないのにユニクロやってんのって言ったら、やってるんですよ。だからねちょっともう柳井さんすごいこと考えましたね。ともしよかったらね、僕の方をねちょっとまあキャスティングしてもらったりだとか、まあなんかそういうことをねしていただいても、全然僕の方はなんといつでもウェルカムになっておりますので、よろしくお願いしますっていうことなんですけども、柳井さんにコビばっか売っててもしゃあないから、デメリット言いましょう。デメリットっていうのは何なんかっていうと、こちらね4年前のダウンジャケット、僕の視聴者さんが買い張ったシームレスダウンパーカーになってるんですけど、実は細かく言うと若干生地は変わってるんですね。この4年前の生地ってもう少しアウトドアテイストな、ナイロンなんやけども、なんかノースフェイスでいうとこのバーサタイルみたいなね生地感だから、ナイロンやねんけどちょっとコットンっぽいシャカシャカした感じなんですけど、今ってもうねマットな質感になってるんですよ。だからちょっと上品な感じにはなってるんですけど、それ以外の仕様は特に変わってないので、シームレスの最大のデメリットがここに出てるわけなんですよ、デメリットとしてはね。でそれをちょっと今から見てもらいたいんですけど、この辺りですね、ちょっと肩部分になってるんですけど、もうシームレスの圧着が剥がれちゃってるんですね。これってペチャンってこう表と裏を引っ付けてダウンを止めてるんですけど、これがパチャンって外れちゃってるんですよ。だからこの辺にね綿あんまないんですよね、ちょっと落ちちゃってるんですよ。でこれがもうシームレスのもう絶対通り道なんですよ。いや俺のダウンジャケットなってないよ、俺4年前に買ったけどなってない、いや俺5年前に買ったけどやってないってなるんやけども、それは人によって個体差若干あるんですけども、この圧着は基本ポリウレタンっていう素材で使われてるので、まあ、ウレタンは何かっていうと、とにかく空気中の水分を吸ったら分解していくんですよ。なので置いてるだけ、だから着なくても置いてるだけで絶対劣化していきます。で特に湿気の多いクローゼットなんかに入れてると、これがどん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 ペリ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 剥がれてきて、最終的にはゾンと落ちちゃうというところが、まあ、このシームレスダウンパーカーのデメリットになってます。で高いブランドとかやったら、同じくこのね11番する、水沢ダウンとかも同じくシームレスなんですけども、これに関しては圧着が剥がれたら、例えば全額返金保証をやってたりとか、11万そのまま返金するのって話なんだけど、まあ、それぐらいちゃんとお客さんに喜んでもらうような施策が売ってるんですけど、さすがに柳井さんこれ1万5000円で出したらそれは無理ですよね。なかなか返品受けたりとかその対応ってもできないと思うので、まあ、これはもう使い捨てっていうところがちょっとデメリットになってくるんじゃないかなと思います。でそれ以外にやったらですね、まあ、僕はあんま思わなかったんですけど、レビュー見てる中であったのが、これちょっとねフード外したいというお声があって、まあ、確かにそういうのもあるかなと思うんですけど、これがねペチペチ外せれるようなタイプやったらいいんじゃないかなっていう話はあったんですけど、なんかねシームレス系のダウンジャケットってフードありがなんか多いんですよ。だからまあなんでなんかわからないですけど、そんなんがあったりだとか、あとはね暖かさで言うとね、大都会おるんやったら全然いいけども、ちょっと寒い地域おるんやったら、まあ、これじゃ寒いやろうなっていう印象はあります。ただまあおすすめとしては、やっぱりこれ見てもらったばかり通りにこうフィット感ありますよね。いつも通りのサイズで着たらちゃんと体にフィットするように、カッティングというか、まあ、サイズ展開というか、まあ、パターンナーさんがちゃんとされてると思うんですよ。なのでダウンはね綺麗に着れば着るほど暖かさがねこう中に自分の体温がしっかりここにね溜まっていきますので、暖かく過ごせると。で逆にオーバーサイズで言ったりすると、ここの間の空気が出てくるからどんどん空気逃げちゃって暖かくないっていう状況になるんですけど、まあ、しっかりそれがされてるし、なおかつこの防風性もあったりとか、あとそれ以外に撥水性、だから水とかもちゃーってこう弾いたりとか汚れとかついても水でパーって流してピュッピュッピュッってできたりするので、これね屋外で活動する人には向いてるジャケットやなと思うんですよ。例えばプライベートとかではちょっといいダウンジャケット着てんねんけども、まあ、なかなかちょっと仕事でモンクレール着ようとはならんなってなった時には、あこれ仕事着といたら別に汚れたって全然いいやん、バイク乗ってる時だってこれでいいやん、多少の小雨やったらいけるし防風性も高いしってなった、あそれの使い方いいじゃないですか、しかもなんとそれが14,900円、あそれやったら買いやなってなってきますし、いや14,900円ってちょっと高いかもしれんけども、セールがあるじゃないかと。セール今僕喋ってる時見たら、さっき12,900円でしたからね、おい13,000円でこれ買えんのって考えたらめちゃくちゃコスパ高いじゃないですか。ただあくまでも本物を知ってる人ら、そのまあ10万オーバーであったり30万円オーバーのダウンジャケットを持ってはる人からしたら、やっぱりダウン風のジャケットっぽく見える。
けどね、やっぱり見てもらったら分かる通り、この中綿の薄さ、これだけ薄いんですよね。こう、まあ言ったらちょっとペタペタっぽいような感じになってるので、14,900円に考えたらありえへんぐらいすごいコスパなんやけども、ダウンジャケットっていうくくりで見ると少しダウン量が少ないようなね、気がしてきます。まあ例えばこのあたりやったらモンクレールなんですけども、モンクレールのこの綿の入り方とか見てもらってもやっぱダウン量が多いなっていうのが分かりますし、これは10万円ぐらいするナンガのダウンジャケットなんですけど、それもね見てもらうと、こう羽毛のね量がね全然違うっていうか、まあペタッとしてる感じはあんまないんですよね。まあなので汚れてもいいとか、こう毎シーズン買い替えていくねんっていう方なんかは非常にいいかなと思いますし、あとまあダウンジャケットってどうしても値段がねそのまま品質に比例しちゃうので、高いければ高いほどやっぱいい質になってくるし、安ければ安いほど質がちょっと悪くなるんやけど、その中でも柳井先生すごいです。これ 14,900円で出したっていうことはね、さすが師匠でございます。もう一個ね、僕ちょっと一個気になってるのが買ったんですけど、個人的にはこっちの方がいいんちゃうかなって思ってるので、このダウン量とか見てもこっちの方がちょっと量多いんですよ。だからすっきり着たい人はこっちの方がいいやろうし、ちょっと暖かさ求めるっていう人はちょっとこっちの方がいいんちゃうかな、しかも値段もこっちの方が安かったんですね。だからまたこれはこれでちょっと紹介したいなと思うんですけど、今日はいよいよ750フィルバーになったこの毎年人気のシームレスダウン、まあ正直どうやったかっていうところをねお話しさせていただきました。まあ性能自体はそこまで変わってないから特に大幅な変更っていうのはなかったんですけど、750に変わったっていうところですごい僕も期待はしてたんですけど、いろいろ持ってる中で言うと、まあ750入ったかもしれんけども、ちょっと量少ないよねっていうのはね印象になるかなと思います。ただ14,900円でやったらありえない価格、こんなことはどうやってやったのか分からへんけども、どうソロ版弾いてもこれ原価1万超えるんちゃうかって思うんやけども、なんでこうなってるかちょっと分かりませんけども、そういうまあ買う僕らからしたら非常にコスパのいい洋服なんて大体原価 10% とかって言われたりするので、まあその中でこのもん原価で考えたらとんでもないぐらい高いと思うので、僕らにとってはねおすすめの一着になるんじゃないかなということで、本日がですね待望のユニクロダウン750フィルバーのシームレスダウンを紹介してみたら動画になってます。また別号でお会いしましょう。ありがとうございました。